今回はですね、コリスとお出かけです。西松屋に行きましたね。こっちね、こっちね、西松屋ね、かわいいね。こっちにもいるね書いてあるんですけど、新しくオープンしたばっかりなんです。ここの西松屋、赤羽西パルロード通店です。ちょっとしばらくね、お洋服なかなかね買えてなかったので、夏服買いに行こうっていう、そういう回でございます。降りるあっちにゴーゴーしようか。ゴーゴー、出発出発ゴーゴー。めっちゃ広い。お洋服買いに来たのに、日本のものに目移りがしちゃう、いきなり。かわいい。こんなちっちゃいのあんの？これめっちゃかわいいじゃん。ねえ、これかわいくない？水着だよ。私が持ってるやつよりかわいいし。え、あとこれね、お祭り来たくなりますね、こういうの見ると。かわいいの着てお祭り行こうか、今年は。これは、これはまあすごいあります。やばいです。カゴを取ります。ね、今必要だなと思ってるのは、なんでこれ持っとく今必要だなと思ってるのは長ズボン。最近転ぶんですよ、よく。走り回ってあれなんだ。そう、結構スピード出ちゃうから、直接膝ぶつけちゃうより、まあ1枚クッションというかあったがいいかなと思って。お洋服いっぱいあるよ。あ、この辺までめっちゃ可愛いんだね。周り無限だよ。見て見て、え、可愛い。ちょっと待って困る。あ、3択ぐらいに絞ってもらいたいっていうレベルで、ちょっともう多すぎて。かわいい。しかもね、すごいお手頃。ほらすごくないですか。1枚359円より。こんなのどう？爽やかブルー、青、青どう？いい？それかピンク、緑、青。どれがいい？ピンク。ピンク？うん。私青がいいと思うけどな。あなたが選んだの。それはね、誰も文句言えない。ねえねえ、この辺可愛くない？可愛くない？バナナ。バナナ？バナナあった？レモンは作ったけど、いちごもあるよ。ねねね、これいろんなフルーツが乗っているのと、あとこういう黄色くてなんかソーダみたいなのが書いてあるのと、こういうレモンがあるけど、どう？レモン好き？うん。ちょっと待って、めっちゃ可愛いけど、ちょっと大きくない？これとね、本当ね。レモン。私さ、自分で思い出したんですけど、すごいね、ショッピング、洋服のショッピング。あの、得意な方じゃないのかもしれない。こう優柔不断になっちゃうから、結局決められなくて、どうコーディネートしたらいいかとか、いろいろね、考えてね、選択肢が多ければ多いほどね、分かんなくなっちゃう。ねえ、困っちゃうね。普段、小石ちゃんのお洋服はどうしてるんですか、この時。え、普段は、ネットでいっぱいカゴに入れて、で、夫に相談します。この辺で買うよ。どれがいい？どれがいい？一回降りる？降りて降りて大変になると思うけど、下降りようか。じゃあ行くな。降りてみる？見る？どれ見たいか教えて。どれがいい？これだ。これかわいいね、確かに。すごいね、なんかセンスいいね。白だとさ、汚れるじゃん。可愛いんだけどさ。90か95かですごい悩みます。あっという間に来年着れないぐらいですか。来年着れないかな。
めっちゃ前になんかリポートしてますよ。どうですか？教えてください。これどう？これどう？かわいい？買う？これ欲しい人？はい、じゃあこれ決まり。90にしてみました。ちょっとね。あんまりブカブカに切るのもあるんですけど。うん。はい。はい。こっちはこうだね。私よりショッピングが得意みたいな。どれ買う？ちょっとあまり何でもかんでも買わないで。これはちょっと可愛いけどさ、もうちょっとちっちゃい子用じゃないんだ。70サイズちょっと違うと思う。こっちおいで。おいで。おい。お家にまで短パンあるから、もうちょっと長いズボンがいいなと思っててさ。かわいいよね。私も思った。クマさんのやつかわいいよね。どうする？ちょっと背中に当てていい？ちょっと大きいかも。90でいいかも。ガニどうした？ぎゅー、もう私のよって。これ欲しい？これ着る？これ欲しい人？はーい。一応、あ、大丈夫。お値段大丈夫だ。大丈夫って、全部一応大丈夫ではあると思うんですけど。ママと手つないで。あっち行くよ。あっちあっち。うん。おーい。ママ無視したらベビーカーだぞ。はい、はい、おいで。あっちよ。あっちズボンあるよ。ズボン。おーい。待って待って、行方不明になっちゃう。やばいやばいやばい。ねえねえねえ、それも入れたよ。買ったから。はいはい。いや、お店出ないでください。ママとお手手つなぐの約束。ママとお手手つないで。じゃないとベビーカーだよ。話してしまった私が悪い。ママこれ買ってないからお店出られないんです。ねえねえねえ、はい、もうベビー乗ったままんち行こう。ごめんね、私が下ろした、私が悪かった。このまま行こう、このまま行こう、このまま行こう。はい、行こう。こっちどう？これどう？これ貸す？ね、これじゃあ履こうか。じゃあこれカートに入れとくよ。そうね、これ1個持っとく。1個だけね。ママ出て。ありがとう。あっちも気になるね。どれが気になる？これね、ちょっとベイビー向けかな、もうちょっと。もうちょっとちっちゃい。もうね、着れない。クリスも着れないよ。あ、見て。プーさんいる。これどう？プーさんどこ？プーさんいた。あ、プーさんいたね。かわいいね。顔。顔人。オッケー。顔人ママなんだ。バナナ？どこに？あ、本当さ、よく見つける。見逃さないね。ちょっと一瞬通り過ぎただけですよ。バナナ。バナナ買おっか。じゃあパジャマにね。でもこれ熱くない？腹巻き付きだよ。バナナ。あ、でも爽やかさとかだからいけるのか、これからの。すごい、よく考えちゃうと。バナナ。これからよく出るんですよ。寝返りしてると。そう考えると確かに。バナナ。バナナ出た。ホラマッチョがあるの。バナナのパジャマにする？毎日いいバナナの夢見れるかもしれない。よし、オッケー。じゃあレジにゴーゴーしよう。
ハロー。はい、ということで家に帰ってきました。ハロー、映ってませんよ。よ、着る？着てみる？うん、着てみよっか。はい、ということで1着目。爽やかです。夏の少女。おーい。自分で見てみて、どう？どう？このお洋服。いい？気に入りました？はい、ということで2着目。テディベアです。これもなかなかいいと思います。本人も楽そうで、動きやすそうで。次何に着替える？何着る？どれ持ってきて。どれ着る？この青にしようか。青いズボン。OK。続いては鮮やかな青からのプーさんです。プーさんどこ？プーさん見せて。プーさん。あら。プーさんだ。ティガーは？うんひひひ、嬉しい。自分で自分のこと見たいの。こんな感じですよ。はい、興奮しております。続いては花柄の、この花とチェックの柄にシンプルなピンクの T シャツをコーディネートしました。ちょっとね、オーバーサイズな感じの T シャツがまたいい感じです。素材もね、すごい触ってて気持ちいい。なに？見たい？ほら、どう？どう？いい？かわいいよ、洋服。どう？こんな感じよ。あの、食べなくていいです。最後のコーディネートはこちらです。黄色いズボンにバナナの T シャツ、パジャマです。バナナどこ？バナナ、バナナ。ポーズ取って、ポーズ、あっちでポーズ取って、あっちで。ポーズ、ポーズはこっち向いて、ポーズ、もう一回ポーズ。西松屋での買い物は大成功に終わりました。一時期ちょっとどうなることやらと思いましたけど、あの、本人は大変満足しております。そして私も、うん、この値段でこんなにいいものがいっぱい買えてとっても嬉しいです。とっても可愛い服ばっかりですし、素材も気持ちよさそうで、夏場大活躍しそうです。じゃあバイバイしようか。